にちは。株式会社 RE 経営の柴田です。この動画ではですね、事業再構築補助金のですね、計画書を作成しているんですが、その作成している中身にですね、ちょっとこれでいいんだろうかと、自信が持てないと、ちょっと専門の方にチェックしてほしいという声をたくさんいただくんですね。それで、第一次募集をすでに終了したんですけども、第二次募集以降のですね、事業計画書のチェックを Zoom でやろうという企画を、ご案内しているわけですね。この中身でいいのかということを不安に対してですね、我々の方がチェックしていこうということですね。採択、第1次の採択が6月に出るんですけど、その前にも第2次募集のが5月から始まるんですね。で、実は現在までですね、私どもが無料ダウンロードで出している、事業再構築用の事業計画書のフォーマットってあるんですね。ああいうのをベースにして参考にしてですよ、あれをまんま使えるんですけど、あれからいろいろ申請書に合わせて修正を加えていかなきゃならないんですが、それを活用している方が今3000を超えて4000近くいらっしゃるんですね。で、その方々からご質問をいただいているわけです。こちらの QR コードは、もしこの動画を見てね、そういうフォーマットまだ知らないよという方は、ここからまたダウンロードできますので、ダウンロードサイトに入りますから、そちらのを見てください。で、この事業再構築フォーマットをダウンロードされた方からですね、実際の事業計画書を指導してほしいとか、それから自分書いたんだけど内容をチェックしてほしいんだと、あと会計事務所ではですね、認定支援機関ですけども、顧問先から依頼を受けているが、その書き方がわからないと、申請書は書けるし、数値も書けるんですと、ただその戦略とか、その事業性の、その商品のですね、新規性とか市場性とか、そういうその具体的な戦略の中身はちょっとよう書けないし、根拠は書けないと、ご依頼なんですね。たくさんいただいているわけです。で、実は私どもは認定支援機関じゃないものですから、申請書までできないんですけど、その手前までは当然クロスウォット分析を使ったり、いろんな事業戦略の中身っていうのをね、チェックしていってるんですけども、今まではその認定支援機関ではないということで、そういう一元のご要望はお断りしておったんですけども、ちょっとあまりにも量がかなり来ましてね、やっぱりフレームをフォーマットをね、提案した以上は全く無限にできないなということで、実際クロスウォット分析の中身、それから事業計画書の中身や書き方、表現、それから新規戦略の妥当性、あと根拠ある表現の説得性、それからそのストーリー性、それからその審査項目をベースにしたアドバイスですね。で、審査項目というのは全てポイントになっています。で、こういうことを行うことは可能だし、これはやらなきゃいかんなと、これをやることによって、そして、事業計画書もね、骨格の部分を作れば、あとは数字を調整したり申請書を書くという、会計事務所さんのですね、手間もねかかんないということですね。で、実際これこのゴールデンウィークの前から始めましてね、すでに、もう何社かこれ実施して、非常に喜んでいただいているんですね。で、また5月いっぱいこの事業再構築補助金があるものですから、5月以降もですね、まず不定期にではあるけど、これ実施していこうと、そしてお互いの日程はメールでね、日程を調整し合いながらやっていこうという企画だったんですね。これを事業再構築事業計画書の経営戦略レビュー Zoom 個別アドバイスという名前を打ってます。で、ここではその補助金の採択を保証するものじゃないんですけども、実際の会計事務所がですね、不得意な経営戦略面とか根拠ある内容、あと文書の中身ですね、このアドバイスに限定して行うということですね。大体時間はですね、2時間半から3時間、正直3時間半になったケースも正直あるんですけども、それぐらいの時間でじっくりと Zoom を使って行います。で、対象者は二次補助金、申請予定者ですね、提出予定の経営者、後継者、もしくは幹部ということになります。もしくは2番目、顧問先から作成依頼を受けている、会計事務所、認定支援機関でどう書いたらいいか、その切り口や表現方法が見えない、そういう方々が一応対象になります。相談の進め方ですけれども、その当事者ですね、いわゆる、
経営者、後継者、役員ですけども、当事者から事業計画書の新規戦略、新商品、新市場の説明まず受けます。で、多分事前に何か書いてるはずなんですね。その書いてるものを見ながら、逐次アドバイスをします。場合によっては聞きながら私の方で、そのフレームにね、打って差し上げる場合もあります。これはまず話の中で進めていきます。それから当事者は事業計画書フォーマットや自身で書かれた内容を事前に用意して、Zoom を使って画面を共有します。で、不足箇所や記載した方が良い項目、もしくは表現、あとスウォット分析に関連するアドバイスは、まあ、Excel に入力して、まあ、チャットで提供、チャットで共有したりしていきます。実はこういうふうに実際書かれているものを見ながら文字修正したり、私の方がアドバイスした言葉をそこで打ち込んでもらったり、こういうものをこの2時間半、3時間かけてですね、やっていくわけですね。費用相談料は1回税込み7万円になります。で、ご要望があったら我々の方にですね、まあ、問い合わせしてもらえば、あと私と秋日程との兼ね合いで、広報日をいろいろ申し上げます。そこで合致しまして、確定して、そして、まあ、この入金振り込みがね、確定しましたら、Zoom の招待状をそちらの方にメールでお送りいたします。で、まだね、事業計画書の中身が決まってないとか、記載しているものが全くない場合というのは、で一からまたクロス分析をしなきゃならないというのは場合はですね、ちょっと時間がかかりますので、もしかしたらその場合は今の金額とは別途料金がいただく可能性もあります。まあ、そして参加者はですね、Zoom での受講者は当事者、いわゆる申請する経営者、ね、もしくは関係者、まあ、後継者とか役員ですね、この2名、場合によってはそれにプラス1名認定支援機関の顧問税理士さんを加えて結構です。まあ、企業からは2名です。で、税理士を加える場合はプラス1名というのが参加者の定義になります。で、承諾事項としましては、これは当然、採択を保証するものじゃございません。それから、事業計画の作成、申請代行はこのアドバイスといたしません。事業計画の内容を見て、補助金の採択難しいよと思った場合は率直にご提案します。これはちょっと厳しいんじゃなかろうかということも申し上げます。まあ、私が言ったからそれはダメだってことじゃなくて、いやそれでも出すってもらって採択できる可能性もありますからね。ただ一客観的意見としてご提案いたしますということです。で、時間内であるならば、事業再構築補助金にかかわらず、例えば経営証券の問題とか、それからその、まあ、その他のことについても対応できる点があれば対応していきたいと思います。で、日時は先ほど申しましたように、私の空き時間の調整できる時間との兼ね合いになりますので、まずはお申し込み、お問い合わせをしてもらうということになります。で、日によってはよく夜9時まで対応可能ですので、夜間がいいという方もね、対応していきたいなと思っています。で、問い合わせはですね、まあ、ここがそのうちのコンタクトのね、取るアドレスですけども、ここにお名前、会社名、それから郵便番号、住所、メールアドレス、ラスト件名に事業再構築補助金事業計画書、Zoom 個別アドバイスと書いてください。そして、まあ、一応ご希望日時は日程を変えてみてください。で、それに対して、まあ、私たちの方から、私の方からですね、うちのスタッフの方から、こことこの時間帯がありますか、いかがですかという提案をいたします。まあ、そこでちょっとやり取りしながら日を決めていきたいと思います。まあ、こちらの QR コードからでもね、このうちの問い合わせができますので、まあ、この企画はですね、まあ、やっぱり自分たちだけで書いてる中身ですね。で、私どもの例えばクロスウォット分析の考え方とか、それから USP の考え方とか、実際まあうちの YouTube とか、事業計画書フォーマット見た方は、もう少し中身的にどうなんだろうなと思った方はぜひともね、お問い合わせをされてみてください。やっぱり、いろんな意見があって作った方が確率はね、高くなると思います。はい、では以上です。